歌や音楽を通じて憲法9条を守ることを訴える憲法フォークジャンボリーが今日さいたま市内で開かれました。戦争を知らない子供たちさ、憲法フォークジャンボリーは戦争の放棄を訴えて2005年に東京上野で始まり、その後全国各地に広まりました。県内では2013年から企画され、コロナ禍で中止となった2020年と21年を除いて毎年開かれていて、今回が9回目です。去年は感染防止対策として会場の座席数を半数に減らしましたが、今年は4年ぶりに制限のない開催となりました。フォークジャンボリーには憲法を学び合い平和を守るというスローガンに賛同すれば、プロアマ問わず誰でも自由に参加することができます。今日は20組が参加し、弾き語りや楽器の演奏を通じて自由や平和のメッセージを来場者に届けていました。